河野太郎共同通信を晒し者に次期戦闘機の変更報道で昨日河野大臣がツイッターにてこのような発言をいたしました。共同通信が日本の次期戦闘機について河野大臣が行政レビューで無駄を点検すると報じ、それに対して河野大臣が開発が始まってもいないのに無駄の点検をできるわけがないと 否定されておられましたが、まあ、こちらおっしゃる通りでございまして、この次期戦闘機については、まだ開発企業が決定された直後の段階であり、ほぼ何も決まっておりませんので、無駄も何もありません。こういった共同通信の報道、このような変更報道を行ってもですね、何の意味があるのかさっぱり分かりませんが、 共同通信には変更報道を行う前に、せめてですね、常識に見合った報道内容かどうか、確認をしてから配信していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。